おらおらおら、どうしたどうしたなぁ。お、急に始まってるぞ。なんだ、この流れは。スーパープレイが取れたから、みんなに見せたんやで。スーパープレイった。スーパープレイなんて珍しいな。そうか。試合狩りでスーパープレイを見せるのか、男のリバク。ダイジェストやぜ。なんだと。おいおい、あっさりやられてんじゃねえか。だってさ、こいつらほんまに硬いしさ、何回も挑戦したみたいに指が潜ってくるんやで。何だっけよ。深呼吸しな。何回もやられては、最初からの繰り返し。やりってくるで。それはいつものことである。あらあらあら、逃げたい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 、あかなかなかなぁ。というわけでさ、空を眺めとったらさ、とっても気持ちいいってなってさ、飛行機も見えてきてさ、すんげえ風景やなって。あれれ、あれ飛行機やなくて、最強のガンシップ、AC-130 やないかなって。あー、というわけで今回の武器紹介に移るでな。というわけで、ついてこれなくて草。それはさておき状態やな。それはさておき、今回はどんな武器を持ってきたんだ。おうよ、今回も、前回いただいたコメントからいろいろ持ってきたぜ。おお、来たか。まずは、ハンドガンから出していくぜ。デザートイーグル。まだおやつの時間じゃないよ。そのデザートじゃねえよ。デザートは砂漠、イーグルはワシ。って意味や。この砂漠のワシはマグナム弾薬を使用するハンドガンで、ハンドガンの中で最高クラスの破壊力を誇る。過去に使用したスミス&ウェッソン M500 リボルバーよりも、大きいサイズの弾頭径を使用し、拳銃用弾薬でも最高径の弾薬を使用している。発射された弾丸の運動エネルギーは、AK-47 などに使用されている、7.62×39mm 弾と同等であり、38口径の357マグナム弾を耐えるボディーアーマーを、容易に貫通する実力を誇る。ただし、威力に比例した反動が大きく、大人が射撃をしても、反動で体勢が崩れてしまう。メタリックボディと、ハンドキャノンというあだ名もあり、完全にロマン武器ではあるが、実用性で言うと扱いが難しく、切迫した戦場に持っていくと、アホだろ、と白い目で見られてまうぜ。せやけど変態マグナムマニアの中では超絶な需要があるぜ。ピッカピカのガンボディを、ベロリンジョしたいぜー。便所の蛇口舐めてろ。続いては AK-47。前に AK-74 を持ってきたことがあったよな。せやな。AK-74 は、この AK-47 の後継版ってとこやな。今回は、リクエストのあった AK-47 を持ってきたぜ。AK-47 は、ソビエトで開発された自動小銃で、正式名称は、アフトマットカラシニコバ47、と言われる。噛みそうな正式名称だな。ロシア語やからな。先ほど出てきた、AK-74 があるように、派生や、かなりのバリエーションがある銃や、アメリカでいう M16 のような、定番のアサルトライフルってとこや、そして先ほど正式名称を伝えたが、初期名称は、7.62 アフトマットカラシニコバで、47という数字は、後継版が出てくる過程で、区別をつけるために後付けに付けられた数字や。ほん、あの数字はバージョンの数字だったんだな。巷では鉛筆銃とも言われとるで。鉛筆？詳しく知りたければググれかす。MP5。おお、これは知ってるぞ。結構有名な武器だよな。MP5 はスワットなどの特殊部隊の中で多く採用された武器や、モデルはアサルトライフルである G3 の小型版ってところやな。G3、G3、だと思うが。この GG はヘッケラー&コッコ社より開発され、クローズドボルトを採用したサブマシンガンである。クローズドボルトってなんぞや。よし、この画像で説明しよう。左が MP5、右が M3 グリースガンって銃やが、銃の見た目は大体一緒やが、パッと見て違うところはどこやろうか。なんか右は空いてるところがあるけど。その通り。M3 はボルトが空いとるが、対して MP5 は、同様箇所が閉じとる。一昔前の銃は、このボルトが発砲後常時開放状態となっとるねんけど、MP5 や最近の銃ではボルトが閉じるように設計され、これをクローズドボルト、という。ほん。で、違いはなんだ？クローズドボルトにしたメリットは、単純に、戦場下での粉塵やゴミなどが銃器内への侵入を防ぐほか、暴発防止、射撃速度、命中率の向上、装弾数の上昇などが期待できる。いいとこ取りじゃねえか。やと思うやろ、やが短所もあって、
構造が複雑で部品が多くなり高価となってしまうことと、放熱性が下がり、マガジン弾薬の誘爆、故障などのリスクが高くなる。やが、年々このようなリスク対策として、放熱性の向上やジャミングの起きにくい構造などに進化を重ねとるため、そんな簡単にぶっ壊れたりは製品銃が増えとるで。MP5 も優秀なルーキーとして崇められとったが、今では結構なご老体。やが、かなりのバリアントが存在し、今でも愛される銃となっとるで。みんなの愛すべき MP5 弾だぜ。続いてはおなじみジャベリン先輩。ジャベリン来た。初撃でダメージを稼ぐ便利ミサイルだな。過去に何度かお世話になっとるが、説明しとらんかったな。わーお、相変わらずな爆力だぜ。せやで、対戦車ミサイルとして1996年、アメリカ軍へ導入されたが、戦車以外にも、建設物、や戦築場、低空のヘリコプターにも対応できる。ファイア&フォーゲット機能を搭載し、赤外線シーカーと内蔵コンピューターによって、ミサイルは目標へ自律誘導を行う。要は誘導ミサイルってとこだな。せや、さらに、攻襲直後の兵士でも、94% の命中精度を誇る。すげえ高性能だな。でも高いんでしょ？いやいや、ミサイル1本、4万ドルですぜ。は、に、日本円でいくらだ？435万円ほどですよー。本体はなんと1360万円ほどですよー。続いて M1216 ショットガン。アメリカ、アイダホ州の SRM アームズで開発された12ゲージのセミオートマチック式散弾銃である。この銃最大の特徴はなんといってもマガジンである。4本のチューブが束ねられており、それぞれにショットシェルを装填する。脱着式のため、予備のマガジンと交換することで一度にフル装填が可能。射撃の際はチューブ内のシェルを打ち切るたびに手動でマガジンを絞るように回転させ、次のチューブ内の弾丸をチャンバーに送り込ませる。ただし、マガジンはどちらの方向にも回転するため、誤ってからのコンパートメント側に回転させてしまうリスクがある。だが、基本的にはコンパートメントが空になるたびボルトストップが機能して弾切れを明示する上、シェルが入ったコンパートメントをトップに回せば、自動的にシェルが薬室に送り込まれてボルトストップが解除される仕組みであるため、リカバーは容易である。そしてどう見ても水鉄砲なのだ。AMP-DSR-1。この銃は、ドイツの DSR プレシジョン社が2000年に開発した、軍、砲執行機関向けのボルトアクション式ブルパップ狙撃銃である。同じくドイツの ERMA 社製スナイパーライフル SR100 をベースに開発された。DSR とは、ディジグネイテッドスナイパーライフルの略である。この銃はモジュラー設計となっており、銃身や機関部を交換することで、複数種の弾薬に対応する。多彩なカスタマイズができるエイコ。メディカルキット。ストーナーライトマシンガン A1。 この銃はナイツアーマメント社により開発された 5.56mm 弾を使用するエクストラライトマシンガンという武器や、ストーナーという武器名となっとるが、もともとはユージン・ストーナーという人物が設計し、ベトナム戦争時に初期型のストーナー63が開発された。初期モデルであるストーナー63から改良に改良を重ね、このエクストラライトマシンガンに行き着いとる。先ほど言った通り、5.56mm 弾を使用するため、軽量かつ高火力といった特徴があり、軽量とはどの程度かというと、大体の軽機関銃は、約5kg から7kg オーバーやが、こいつは 3.9kg から 4.2kg 相当の重さで、ほぼアサルトライフル感覚で持ち歩ける重さに軽量化が成功しとる。ちなみに、他の軽機関銃で M249 があるが、改良型のケースドテレスコープライトマシンガンも 4.2kg と、ええ勝負である。ミニガン。おお、今回も持ってきたんだな。前回は余力があって使わずにおったからな。今回はどんどん使わせてもらうで。今回こそ 100% 来るか。クロスボウ。こいつはその名の通り、矢を放つ銃である。よく、ボウガンとも耳にすると思うが、これは、クロスボウを日本に輸入した会社名が、ボウガン、という名前で、人々が俗に言い始めたことから、ボウガンという名の方が定着していき、クロスボウでなく、ボウガンと認識されていったためである。なので、正式名称は、クロスボウが正しい。今回このクロスボウの炸裂ボルトで、ダメージを与えたいと思う。これで、今回のラインナップは以上や。前回も、たくさんのコメントいただきありがとうなんだぜ。なかなかいい武器が揃ったのに、冒頭ではやられていたが。まあまあ、あれは本能遊びってところや。Y が本気出せばすぐ終わってしまうからな。それやと思んないから手加減しとんねんで。
懲りねえやつだな。ほんでやな、今回もこの武器たちだけやなくて、サポートを用意してるで。お、またあれか。せや、また奴らが火を吹くで。先輩さん、先輩やまた来たか、セントくん。彼らの援護なしでは手こずってまうからな。お前手加減してんじゃねえのかよ。そういえばセントくんの実物見たことないやろ。言われてみれば確かに。テレビゲームや SF ではよく見るが、現実ではあまり見かけないな。ほな解説してやろう。奈良県にて開発された鹿と仏をモチーフにした観光客回収装置。せやおめえたちのセントくん。セントリーガンとは、機関銃を搭載した無人の砲台が、光学センサやレーダーによって目標を自動的に捕捉、追尾し、射撃するという架空の兵器である。あれ、架空の兵器なのか。せやで。割とゲームや映画では定着してるけど、実際は存在しないんだな。存在しないわけではないで。よく、敵、味方を識別して自動的に射撃してくれるが、実際はそこが難しく、厳密に言えば存在はしとるが、全自動ではなく、リモート有人射撃が行えるセント君は存在する。なるほど、遠隔操作で射撃するんだな。そんな感じやな。現実では、米国で開発や実験が進行中やで。だけど、敵味方識別ができるようになると、なかなか恐ろしい兵器だな。うむ、映画やゲームだけの産物であってほしいで。まあまあ、こんだけ揃えれば、シャイガリも楽勝だな。ちっちっち、甘いでマリサ。ああ？シャイガイを舐めたあかんで。そんな簡単に倒せる相手ではないのだよ。だからお前さっき手加減してるって言って。そんな奴らに対してまだサポートがあるのだよ。おお？まだ何か用意してるってのか。せや、見てちびるなよ。ロッチ制圧用攻撃機 AC130 やおーおー、これはすごいぞおー。さっき空飛んでたから調達してきたぜ。お前そんな簡単に調達できるもんじゃねえだろ。まあまあ落ち着きたまえマリサくん。Gモッドでできないことなどないのだよ。寝たい。というわけで、AC130 の解説やで。一般的な戦闘機は、目標に対して緩やかな低空飛行していき、目標に対して攻撃を放った後、旋回し、再び目標に攻撃を行うため、攻撃ができない隙やインターバルがあり、集中砲火ができなかったが、このガンシップは、そういった弱点を拭い、上空から地上へ、一定の間隔で射撃することができる。M134、7.62mm ミニガン4艇と、M61、20mm バルカン4門の装備に加え、携帯式地対空ミサイルの発達と普及に伴い、長射程大火力の、ボフォース、L60、40mm 機関砲や、M102、105mm 榴弾砲が装備されている。いろいろ装備を説明してややこいかもしれんが、要は、ぶっ壊れ最強のガンシップってところやで。また、ミサイル対策として機体から放射されるフレアは、天使の羽のような曲線を描いて放火されるように見えることから、エンジェルフレア、と名付けられとるで。今回はこのエンジェルに手伝ってもらいましょう。では、最後のサポートを紹介したところで、シャイガリの時間に移ろう。というわけで、今回はこの渋滞を相手にしていくぜ。ついに始まるんだな。お前もう怪我するとこないぐらいやられてんだろ。もうな、心臓の怪我ボーボーやで。さあ、ここにいる渋滞が血まなこになって襲ってくるぞ。お前ら、よう見てみ。ああ。ここにおるのはやな、球体やで。は。よう数えてみ。あれ、ほんとだな。お前そうやってズルするのか。いやいやいや、そうやないで。中隊のうち1隊だけ、別のところにおる。は、どこにいるんだ。そいつはやな。あそこにおるで。おいおいおい、なんか黒くないか。せや、あいつはシャイガイブラック。しかもなんかでかくねえか。まあ、今回のボスってところやな。あいつとここにおる球体を相手に、狩りをやっていくで。ボスがいるとかやべえな。まあな、あいつに泣かされまくったで。だが AC130 もいるし、勝算はあるんだろ。うむ、フル装備で惜しまず討伐してやんよ。ほな、やっていくで。よし、AC130 にリモート接続完了。こいつで初撃ダメージを稼ぐで。ついに空からの攻撃が来るか。あそこに発煙筒があるんが見えるけ。もやみたいなやつか。せや、あれが Y の待機地点。そして、奴らがおるところは、あそこの黒い点がシャイガイブラック。そして、その右下のモニュメントあたりにおるのがシャイガイたちや。こちらが攻撃をしたら、奴らが Y にめがけて襲ってくる。来る前にこのガンシップから離脱し、地上戦となるで。怖いな。
ほな、前置きが長なってもうたから、そろそろ始めるで。おう。ほな、行くで。しっかり照準を合わせて。ファイヤー。当たったっぽいな。次が身も当ててやるで。おい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 、どんどん攻めてくるぞ。こいつらもガチ切れやな。早いところ離脱でなあっという間にしてまう。よし、この辺で地上戦に戻るで。撤退するのが早くねえか。いや、十分や。油断してるとあっという間にやられてまう。早めに構えとかな間に合わせん。たぶったぞー。最初はストーナーでお見舞いしてやんよ。あいつらを特攻で蜂の巣にしてやる。うわぁ。おぉ、とっとっと。おい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 、やられるぞ。ヒヤッとしたぜ、ストーナーも片足が遅い。ストーナー軽量化されてんじゃねえのかよ。使用だバカだぜ。使用かよ。それじゃ使い外れじゃねえか。まあまあ。使用なら使用がないじゃないか。早く死ね。寒いよ。マリサ助けて寒いよ。そんなこと言うとるまに黒ごぼうが申しとる。もっと威力の高い武器でお見舞いしたるで。お、セントくんも仕事してんな。いつも優秀なセントくんやからな。しかも今回はレーザーセントくんや。そしてスナイパーを食らえ。そして近づいてきたらショットガンでお見舞いで。ショットあんた。食らえー。やっぱ4連式は強えな。てやろ、なかなか絵武器やで。次は MP5 で迎え撃ったんで。 MP5 たったった。お前を待ってたぜ。うめえな、撃ってるだけで気持ちいい。どんどんお見舞いしてやれ。任せとけ。これこれこれ、そんなスピードであわいに追いつかへんぜ。よし、この次は AK で迎え撃つで。こいつもなかなか優秀だぜ。トンネルの中気をつけろよ。分かってんよ。むしろ一直線やからまとまってくれてやすやす。よし、広いところに出た。ここでしっかり距離を取って。何をする気なんだ。まあ、見てやわかる。キャベリンでお見舞いしてやんよ。キャベリン来た。おいおい、走りながらで大丈夫か。わいを舐めんなよ。今のは聞いたはずや。全体にヒットしてたな。こいつは照準さえぶれなければ最強や。おい待て、追い込まれてねえか。せやな、やだ。ここはいつものそろーり作戦でくれ。おいえどうしたかいだいの、おめえらの動きがゆっくり見えるで。もう一発をお見舞いしたら。クリーンヒット。だがまだ行ってやがるぜ。なら、二個目はどうかな。これは、ボスをぶっ倒してる。残り3体、ここでも油断はできへんぜ。ほな、ここでおやつの時間にしてやんよ。ちゃんと召し上がれ。よし、もうそろそろ終わりにしてやるで。来るか。最後はまさかあれか。いや、心配でここは終わりにしてやるで。よし、やったみたい。火力が足りねえぞ。やしゃまる、最後の一押しやってやれ。おっしゃー。いけやったー。10対撃破。ついに2桁制覇したかは。お前が怪物認定。試合外を唯一討伐できる SCP にしてもらえ。わいは SCP やない。ヤシャマルや。まだ武器やサポートに頼ってばかりや。一家は素手で倒せないとやな。そしてその時は伝説となろう。まだまだ道は険しいな。次は20体だぜ。せやな。目標があるからこそ、人は進む。世界の裏側へ旗を立て、歩き続けて時間がかかろうとも、人は必ず、その目標へ近づいている。Y のヤシャマル堂は、果てなき突き抜き棒なのだ。いいこと言ってるようだが、だいたい最初は泣きっ面なんだよな。弱い部分も必要やで。
まあまあ、それは100体討伐してからいいな。ワイに厳しすぎては。はい、というわけで今回はここまで。長らくお待たせしてしまいましたが、リクエストいただいた武器はしっかり使わせていただきます。ヤシャマルも温かいコメントでいつも枕を濡らして元気が出てるみたいだ。おいお前それを言うでない。ワイはクールに過ごしとるのだよ。はいはい、また武器のリクエストがあればコメントしてくれると嬉しいぜ。せやな、やけど次回使いたい武器は決まっとるんや。え、なんだ。それはお楽しみにしてくれると嬉しいぜ。ではまた次回のシャイガリをお楽しみに。いつも見てくださってありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。こなこな。ご視聴いただきありがとうございました。確かこの辺に謎の武器があったんだよな。お、なんや、でかいうんこけ。これは。うおお。なんかでかい掃除機みたいやな。こいつが謎の武器。こいつで、こうやると。うおお。謎の場所に行ける。なんややばそうな装置やな。その奥はなんぞや。なんかの装置系。んよわからんけど押してみよ。おわ。なんや。So she's